海に行きましょう。なんなんすかこれ。結局お米もらえないし。次がラストだからね。元気出していこう。いらっしゃい、ゆずきちゃん。わざわざごめんね。こちらこそすみません。米なら庭に用意してあるから好きなだけ持って行って。かわいらしいお子さんたち。お母さん。ん？お客さん？感心しないわね、子供たち。そっか。わかったよ、お姉ちゃん。わかればいいのよ。赤髪と申します。よろしくお願いいたします。いきなり